にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、山梨県に来ております。もう故郷と言っても過言ではないですね、山梨県。本日も来ました。久々の旅行だな。ある日ですね、たまたま予約サイトで見つけた宿があるんですけれども、動詞の木漏れ日荘という動詞がありまして、もうすごい人気の宿みたいで、コスパやばいんですよ。もう、まあ、行ったら分かるんですけど、ほんとコスパのいい宿を見つけたんで、そちらに本日は急遽1日だけ空いてる日があったので向かいたいと思っております。まずはチェックインまで時間がありますので、富士吉田うどん、こちらも久しぶりに食べます。富士吉田うどん食べて買い物をしてから木漏れ日荘にチェックインします。てい、頼む、雨やんでくれ、頼むよ。もうなんで雨降るんだよ、曇りの予報だ。山中湖、天気悪いけどやはり癒される。ちなみにですね、本日向かう富士吉田うどんのお店がですね、ふもと屋さんというお店なのですが、なんか今日すごく山梨県混んでるんですよね。あのほうとうで有名な小作というお店も先ほど駐車場いっぱいだったんで、ただ富士吉田うどん食べたいんで、入れなかったらいろいろお店を点々と巡る形になりますかね。ではどうでしょうね、行きましょう。うまかった、富士吉田うどん。毎回うまいって言ってますけど、それぞれのお店で個性があるんですよ、富士吉田うどん。それがまた面白くて、もう10店舗以上は全然行ってる気がするんですけどね、どこがナンバーワンって決めかねますよ、ほんと。というわけでこの後は買い物ですね。いつもお世話になっているマックスバリューさんに買い物行きます。ハードオフに来てしまいました。来る必要ないのに、あえて山梨県のこのハードオフに来るという、時間に余裕のある人ができる贅沢。行きつけのマックスバリューさんでございます。では買い物してきます。買い物終わりました。タイの3枚におろした切り身がですね、売ってなくて、タイしゃぶが今回できないのが残念ですけど、まあ、その他の海鮮といつもの お肉を買う感じですね。まあ何食べても美味しいので。では久々だ、久々このまんま山中湖の方に戻って道志の方へ向かいます。さあ久々に来ましたよ、道志道。もう飛ばす車が多くて大嫌いな道ですね。このようにですね、前に連なってくれてれば飛ばす必要もないんですけど、飛ばす必要もないというか、煽ってくる車もいないんですけどね。ここは5割以上の確率で後ろつけられますからね。あと何キロだ、あと7キロか。まあまったり走れそうなんでよかったです。来ました、こちらで合ってるはずですね。え、どんな感じなんだ。はい、先ほどチェックインいたしまして、建物の紹介をさせていただきます。木漏れ日荘さんですね、木漏れ日荘ですね。外観がこういう形なんですけど、中がすっごいおしゃれです。はい、薪この量使っていいそうなので、すごい量ありますよ薪で。中がえ、危ない。はい、これオレンジ色すごい。
おしゃれでしょ。すごいおしゃれですよね。暖炉もあって、で、キッチンもおしゃれなんですよ。これはびっくりしましたね。こんな感じです。で、外このまま行っちゃいますか。あ、暖炉ね。これ暖炉を使っていいそうです。まあ、使わないですけど。よいしょ、マスク苦しい。はい、ここがバーベキュースペースで、こちらに焚き火のスペースがあって、もう一個あるそうなんですけど、まだ歩いてないんで分かんないんですよね。あ、下だ、下にあるわ。これだ、焚き火台がそこにあって、でその下にも川があるんですよね。なんとこった夜がまたすごい雰囲気になるぞこれ。あと2階のロフトですね。何名ぐらい泊まれるかな。 6だとちょっときついかな。泊まれるスペースがここと下なんで。はい、一応トイレと洗面も取っておきます。トイレも綺麗、洗濯機あります、洗面も可愛い、でお風呂も綺麗です。少し外が見えます。すごくないですか。これでですね、なんと1人7000円という、しかも土日問わず、すごすぎません。焚き火無料、バーベキュー無料、お風呂あり、そして建物清潔で、1ヶ月2ヶ月ぐらいまで予約が埋まっていたので、先まで。これはどうなんですかね。そのうち値上げしちゃうのかな。さすがに安すぎるわこれは。びっくりですわ。ちょっとゆっくりしますね。紙皿とか箸とかコップとか用意されてるの嬉しいですよね。ティッシュ、あとウェットティッシュもあるのかな。あと、そうそうそう、調味料も高そうな調味料が置いてありますよ。下に来てみました。これ夏来たら最高だったろうな。上に建物があります。いやー、良すぎるぞここ。川も独り占めですよ。もう絶対また夏来る、値上げしてなければ。今年一度も川に足を踏み入れてないので、入れます。冷たそう。あー、冷てー、気持ちいい、冷たい、やばい。そして、足を川につけながらですね、ビールを飲むというチャプ飲みも今年できなかったので、今回させていただきます。何これ、キノコだよね。何これ、葉っぱかと思ったら、初めて見た。川が綺麗すぎる。これ夏全然泳げる。しかもこう貸し切りですよ。やばくないですかこれ。ちなみにですね、川を降りるのは女性はこれね、苦戦しますね。男性もちょっと苦戦するレベルかな。簡単には川には行けない感じはありますけど、まあまあ全然行きますね。川がほんと綺麗。
ろう、またここ。やばい、ズボンが濡れた。ズボンが。あ、気持ちいい、冷たい。冷てぇ。焚き火を始めました。予報を見るとですね、今日の夜雨かもしれないので、雨で焚き火ができなくなるの嫌なので、先に焚き火をしておこうかなと思っております。火がどうしてもつかなくて、湿気で炭と扇風機に頼ってやっとつきましたね。だいぶ焚き火が盛り上がってきましたので、なんと今回はですね、見えるかな、マシュマロ用意したので、焼きマシュマロやってみます。初めてですよ、これだけ今までキャンプやってきて焼きマシュマロやるの。多分温泉とかでもともと備え付けだった焼きマシュマロしかやったことないですね。やってみます。熱っ熱っ、近づけない、待って、熱っ熱っすぎて近づけない、あ、熱すぎて火ばさみでやってます。いい感じになってきましたね。マシュマロできました。美味しそうっすね。いただきまーす。うまっ。これそういうことか、みんなただおしゃれのためだけに、インスタ映えとかおしゃれのためだけに焼きマシュマロってやってるんだなと思ったけど、単純にうまいからやってんだこれ。楽しんじゃってますね。まだついて1時間ぐらいなんですけど、もう動画がだいぶ長いと思います。相当楽しんでます。なのでですね、後編はいつものようにディナー編ということで、一旦ここで失礼させていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、そして、続きはですね、概要欄 URL からご覧いただけたら非常に嬉しいです。では一旦失礼します。バイバーイ。やばいっす、もう火力が高すぎて綺麗な映像を撮ろうとしてるんですけど、やばい、トング、はい、一応何飲もうかな、次へ。うわー、まだ夏か、ここは。